どうも、大阪府枚方市にある美覚シダとアクセサリーのお店ジナブリンケーキです。美覚美覚グランデ、グランデとスパーバムの違いが分かったらもうあなたは変態です。はい、ということで今回なんですけれども、ちょっとね、リドレーボールね、こけ玉でね、作ろうと思ったんですけど、めちゃくちゃいいのあるやんと思って、これをね、ちょっとメキシカンスカルのこの骸骨をね、こういう感じで作ってみたらめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思って、急遽変わりました。今回はこれをかっこよく、さらにちょっとお店のインテリアとしても使えるような感じでちょっと一度作ってみようかなと思いますので、では早速やっていきたいと思います。白色とピンクがあったので、男性と女性をイメージしてちょっと作ってみようかなと思っていて、でちょうど今回使うリドレも2タイプありまして、一つはあのリドレのワイルドボルネオ、こちらともう一つの方が新フォーム、新、こっちの方を使っていこうかなと思っていまして、でワイルドの方をもうこの白の方は男性なので、ワイルドのもう真ん中にこう男性な感じをちょっと表現しながら、女性の方は横とかにこうやってつけて、なんか女性っぽい感じでこう作れたらいいかなと思っていますので、まあ、一度やってみます。用意するものっていうのがもうほとんどないので、まあ、水苔とあとは留めミシン、これですね、この2つだけでもうほぼほぼできるんじゃないかなと思っていますので、早速やっていきます。ではまず外していきますね。でベラボンあるのでこの辺はもう全部ちょっと剥がして、であとはこの先端のイメージですよね。このイメージをちょっとどういう角度でつけていくかとかで表現の仕方が多分変わってくるんで、斜めぐらいでつけれたらなって思っています。まあまあまあ、こんな感じですね。で丸みも、まあ、せっかく今綺麗なので、この丸みも残しつつ、この中に水苔も仕込んで丸みも少し出していきます。水苔中に入れていきます。詰めていきます。詰め詰めしていきます。この形を整えるのが後々多分仕上がり方もちょっと変わってくると思うんで、まあ、詰め詰めできたんでこんな感じですね。今回肥料とかは使ってないんで、使わずにちょっとやっていきたいと思います。雰囲気はね、なんかあ、こんな感じできたらええなっていうのはあるんですけど、よし、高いですね、ちょっとじゃあそっちバラしたらバラしましょうか。ちょっと広げたら、ちょっと広げます。目張りいいですか？目張りめちゃめちゃいいですね。目張りよし、目張りよし、ありがとうございます。目張りよしいただきました。これやっぱあれですよね、なんか根っこある程度こうグッて広げてもなんかそこまで調子崩したり、品種によりますかね、全然大丈夫ですよね。それめっちゃ思いました。前までなんかもう、うわこれ触ったらあかんやろなとか思ってたんですけど、全然大丈夫ですね。成長点さえしっかりしとけばもう全然問題ないんじゃないかなと思ってます。これ下もいらないですね。なんかなくても良さそうですね、うん、で横に持っていったら横にこう巻いていきます。手前にしたらいい感じですね、うん、ちょっと手前にして髪の毛みたいでなんかちょっとメキシカン出てますね綺麗にしますけど止めてみましょうか。こんな感じで、ちょっとい
つもは下から止めるんですけど、ちょっと上から止めます。結構難しい。ちょっと前の方が少し足りないんで、この辺を足します。はい、ということで完成しました。じゃじゃーん。ワイルド、リドレーワイルドの方はちょっと男性っぽい感じで、少し前の方から出してこの表現の感じを、かなり今周りは散らかってますけど、で女性の方見てください、このキュートな、可愛いでしょ。これをこういう感じでね、ちょっとディスプレイでお店の方に並べていこうかなと思っています。女性っぽい感じの可愛さも出てます。はい、ということで今回の動画も以上になります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。